お前の願いは天に帰ることなのか？そうなりますよね。そうか。コウキさんの願いは何ですか？札幌から何？こんなもんでしょおい、変なものどこすんだよ。こうして加工すれば、ほら、汚いままですね。なんてこと言うんだ。いいんだろ。なんだかお隣騒がしいですね。なんだ、隣闇金にでも手出したか。おい、開けろよ、コウキ。おい。コウキ、こっち。あ、部屋間違えた。こんなにも小さくてもろくふわりと舞う僕らの影、少しだけ曲がり角で遊んでいたくて、ずっと迎えに来て、いやそこで待ってて、繰り返せない、二人のままでここは狭いけど、やっぱり痛いよ、振り返れば足跡のないやば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 い、アリサ来た。アリサ？母親だよ。なるほど。僕、隠れた方がいいんですか？説明が面倒だ。基本俺を信用してねえから、誘拐してきたんじゃねえかって騒ぐに決まってる。コウキ、何決めてんだよ。おい、コウキ。闇金より怖い。絶対に物音立てないようにします。何締め出してんじゃん。すいません。なんで急に会いに？昔のダチに会いに来たんだ。てめえはついで。いつ帰んの？おい、早く帰れってか。せっかく金用意してやったのに。その節は大変。ん？てめえ何最新機種買ってんだバカ。こんな高えもんてめえにはいらんだろう。どうせ時計代わりにしか使わんくせに。前使ってた携帯もうボロかったから。なあ、また変なことに首突っ込んでねえだろうな。金に困って子供誘拐したりとか。しねえわそんな。本当に疑われてる。そっか、そう思ってた時期もあったんだけどな。悪かったよ。ああ、昔は絵本が大好きで、架空の友達作ってはおとなしく一人で遊んでるような子だったのに。何それ、怖い。イマジナリーフレンドなんて子供時代にはよくあるもんよ。ちっちゃくて可愛かったんだけどな。どうやったらこんなゴリラみたいに育つんだ。アリサの性格がゴリラでそれが反映されたんだろう。よし、じゃあもう行くかな。もう帰んのか。早く帰ってほしいんだろ。
私も早く帰りてんだよ、くせえし。その金ありがとな。仕事見つかったらまた連絡する。いいか、前にも言ったけどな、昔のろくでもないことで貯めた金はろくでもないことに使っちゃいけねえ。じゃあいつ使えばいいんだ。なんか優しいことにでも使えばいい。後期が納得する形で。あ、なんなら全部私に起こしてもいいぞ。渋い顔すんなっつーの。じゃあな。なあ、あいつんとこ。さあな、どこに住んでっか知らんし、面倒なことに巻き込まれたくもないし。そうか。頼むから後期だけは弟みたいになんねえてくれよ。ハラハラするのは嫌なんだ。じゃあな。やっぱりこれを着せるんですね。だいぶ馴染んできてるぞ。勘弁してください。しかしこんな草厚いのにカレーっていいじゃないですか。しゃぶとかが良かったな。やっぱり手がかりはなさそうですね。すっかり何事もなかったみたいだな。もういいです、帰りましょう。いやあ、お前後期か。よくもあいつらのことをボコってくれたな。むあ、誰だお前。お前のせいであいつら二人とも警察にパクられちまってよ。忘れたとは言わせねえぞ。あいつら、ああ、あの時のムカつく線香の生き血をすすり、高校の窓ガラスを108枚お釈迦にしたと言われる伝説の妖刀、極太一文字が出たとなっちゃ生きて帰れねえぞ。バイブみたいな名前。あしゃあ、失礼なこと言うんじゃねえよ。ほんと名前がうるせえ。逃げんじゃねえよ。あれ、次は拳だ。あいあいどうした。
勝てねえの。しゃあねえな。ほら。いいですよ、拾っても無駄ですし。ごめんな。おい、なんでお前じゃなくてあいつらがパクられたんだよ。散々悪いことしてきたのおめえだろ。しねえよクズ。いやすっかり冷めちゃいましたね。でもこのカレー悪くないです。すまん、お前にとばっちり行くって分かってたのに。あなたの沸点はどこですか？過去のこと言われるとダメだ。周り巻き込むやつも嫌い。どうも頭に血が昇る。嫌い？いや、嫌いっていうか怖いのかもな。だから過剰に反応する。何？随分と自分を客観的に見ているんですね。ああ。だってそうやって見れば人事みたいでどうでもよくなって楽だろ。すまん。ま、今日みたいな延期タイプには正直偏見持ってますし、変な棒を投げられた時は漏れそうなほどビビりましたし、ボコボコにしてくれてすっきりしました。ということで気に病まなくていいです。とりあえず今はこの僕に居場所を提供している事実に誇りを持って生きてください。それだけであなたにはかなりの価値がありますよ。そこまで自信たっぷりだといっそすがすがしいよ。人生なんて開き直りです。お前何やってんだよ。あ、いいですね。どれにしようか迷っちゃいますね。どれでも同じだろ。すいません。でもあなた、友達も恋人もいないのになぜこんなものを。うるさいな。去年か一昨年か店長に余ったもん買わされたんだよ。なるほど。はい、あなたはこれです。僕はこれ。コウキさん、お先にどうぞ。お、
つかねえな。え？こっちはダメですか？しけてる。台風のせいかな。押し入れかびてましたもんね。あ、これはいけそうじゃないですか。ほほう、懐かしいな。昔弟とやってたな。長くついてた方の願いが叶うって。じゃあ僕たちも勝負しましょう。どうせしけてんじゃねえの。おお、コウキさん、コウキさんも。お前の願いは天に帰ることなのか。そうなりますよね。そうか。コウキさんの願いは何ですか。だけで愛せた。あ、天網恢恢。なるほど、天罰。コウキさん、見かけによらず知識あるんですね。コンビニ障害。コウキさんは知ってたんですか。こいつはいつだって俺の欲しい言葉をくれた。だってあなた寂しいでしょ。この世界に未練がなくなったら俺の前からいなくなってしまうんだろうか。